元中日コーチ荒木正弘さん、土田龍久のカット打法について、魅力がない。その通りだと思う。もっと教えてくれ。誰か龍久を救ってあげて。荒木さん龍久のこと本気で期待してるのが毎度伝わってくる。カットする技術はあるからそれを残したまま、でも相手にカットしか狙ってないってことがバレない振り方を身につけてほしいってことか。難しいけど龍久はそれができると思われてる。期待値高い証拠やな。魅力はないと思うけど、戦術ではあるよね。相手が嫌がる場面でのみやってほしい。2ストライクまではガンガンフルスイング、それ以降はカット打法と切り替えができればねー。リュウク頑張ってほしいよ。まあそんなことできるならヒット打てよって話になるよね。日本ハム中島のカット打法について元広島前田、何の練習してるんでしょうかね。井端監督になったら帰ってきてくれ。でもこのまんまじゃリュウク勝ちで打てなくて済むよね。やっぱ2軍で練習させた方がいいんじゃないかな。首脳陣とか賞味関係ないよ。もう一度強く振るリュウク本来の打撃スタイルを取り戻してほしい。リュウクは守備だけの選手ではない。多分到達点へ向けての過程だったんだろうと思う。打撃はあれこれ言わないで見守るしかない。良くなるまではね。立浪より荒木さんの方がチームに必要なのでは？ここまで徹底的に考えてますか立浪さんや。荒木はマジであれが嫌いでやめたくさいな。やっぱタッツと仲悪そうやな。立浪から解放されたおかげで、今まで溜め込んでいた不満ぶちまけまくってて草。米入る。井端さんも龍久のランナーなしの状況でのセーフティー見て批判してたもんな。すぐ逃げるなって。井端さんも荒木さんと同じように龍久の守備は評価してるはずだし、期待を込めて言っているはず。まあ来季は、山本はじめに有観候補は増えるし、三木屋も復活。二軍付けにする余裕も出そう。打撃も守備もレベルアップして夏場くらいに戻ってきてほしい。